ハワイ島におけるパホアの位置、パホアはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島東部のプナ地区にある地名で国勢調査指定地域でもあり、2000年国勢調査での住民数は962人、2010年には945人であったので1.8%減少した。ハワイ火山国立公園のキラウエア火山に近く付近は火山爆発の被害をたびたび被ってきた。 パホアは19世紀後半以来、付近に豊富なおひ屋の木を鉄道の枕木などのために集荷、出荷して栄え、その後もおひ屋の炭を作り町は栄え続けた。しかし、1950年代に石油が燃料に変わり、町は錆びれていて、そこへヒッピーたちが徐々に集まるようになり、1960年代にはカウンターカルチャーの雰囲気がある独特の町になった。 ダウンタウンはハワイ州道1 3十号線から少し入った400メートルほどで銀行、図書館、スーパーなどがあると同時に各種のレストランやニューエージ系のギャラリーが多い。2014年の爆発による溶岩の流れ2018年の爆発での溶岩の流れ最近のキラウエア火山の爆発では2014年のプーオーカ港の溶岩流がパホアの街まで迫り実際に 町のリサイクルセンターを破壊した。2018年5月から9月の火山爆発では、パホアの町は直接被害に遭わなかったが、町のすぐ南にある、レーラニエステーツなどに、甚大な被害をもたらし、パホアのコミュニティセンターなどがシェルターとして利用された。パホアは、ハワイ語で、探検、または、ナイフの意味である。下へ向けた、パホアは、パホアコート中学校にある像のように、 平和と力の象徴である。ハワイ先住民が欧米人との接触前にいつこの地域に定住したかは不明であるが、この地域の深く豊かな土壌と保護されてきた重要な遺跡は彼らの長い居住の歴史を示唆している。パホア地域に関連する伝説は古代の交渉誌でペレとヒヤーアカの神話として言及されている。ハワイ州道百三十号線でパホアの街を通過。 パホアには、ハワイ州道11号線からのハワイ州道130号線が、街中を通って南へ向かっており、さらにパホアの街中から、ハワイ州道132号線が出て東へ向かい、ハワイ州道137号線と接する。ありがとうございます。